こんにちは、松です。今日は去年金は世界で何トン購入されたのかっていう話です。ワールドゴールドカウンシルっていう金の調査機関があるんですけど、この機関が去年の金の需要について発表してます。左のグラフが2019年、右のグラフが2020年なんですけど、2020年の需要は2019年と比べて 14% 減りました。しかも10年ぶりぐらいに4000トン割ってるんです。なんでこんなにも減ってしまったかというと、宝飾関係の購入がかなり減ったからです。赤い括弧のところがそうです。2019年は2100トンだったんですけど、2020年は1400トンです。700トン減っちゃったんです。2019年は中国とインドだけの需要で1500トンあったんですけど、2020年は全体で1400トンなんですよ。かなり減っちゃったんです。なんで減っちゃったかというと、パンデミックの影響で宝飾店がやっていなかったっていう事情もあるし、あとは旅行もできないし、さらにテレワークしてますからおしゃれをしませんよね。ですから宝飾需要が減ってしまったんです。インドの場合には、自分の娘が結婚するときに金を持たせる習慣があるんですけど、結婚式が中止になったっていう理由もあるでしょうね。そして次は赤い括弧のところなんですけど、これは産業で使われる金です。基板なんかに使えますよね、金は。去年の産業用の金は2019年と比べて 7% 減りました。やっぱりこれもパンデミックの影響で工場が止まってましたから、まあ仕方ないですよね。そして次は赤い括弧のところなんですけど、これは投資関係の需要です。下の薄い紫が金の地金とコインです。そして上が金の ETF です。2020年の金の投資需要は2019年と比べて 40% 増えました。特に増えたのが金の ETF です。2019年は400トンだったんですけど、2020年は870トンです。2倍以上増えてます。今年の金のテーマはインフレと財政問題です。これが絶対出てきます。今ご覧になっているのはアメリカの中央銀行の資産額なんですけど、2020年の前半から現在までで350兆円増えてるんです。1年も経たないうちに350兆円増えてるんですよ。パンデミック対策をするためにアメリカ政府は国債をたくさん発行してるんですけど、その国債を中央銀行が買い取って米ドルをジャブジャブ発行してるんです。そういうのがいずれインフレを引き起こすんです。バイデン政権になって100兆円の経済対策が決まったんですけど、まだこれに含まれていません。さらにバイデン政権は脱炭素社会を目指してますから、こういう対策にさらに数百兆円使う予定なんです。ですからこの額はもっともっと増えるんです。 MMT っていう現代貨幣理論がありますけど、いくらでも通貨を発行できるって言ってるわけじゃないんですよ。物価が 2% を大きく超えて上昇しない限り大丈夫っていうことなんです。ですからインフレが上昇しちゃうとジャブジャブもできないんです。もちろんやってみないとどこまで物価が上昇するかわかりませんけど、私は上がっちゃうような気がします。こういう政策によってたとえ景気がちょっと良くなっても、今度は財政問題大丈夫ですかっていう問題が出てきます。金の投資家はここに注目してるんです。米国債の格下げなんていう話も出てくると思います。そして最後はピンクのところなんですけど、中央銀行の需要です。2020年は2019年と比べて 60% 減りました。2020年は中央銀行にとって非常に大変な年だったんで、
金の購入を一時停止するって表明した中央銀行もありました。こういう時期なんで、中央銀行が準備金として持っているアメリカドルを使いたくなかったんでしょうね。もしくは使っちゃって米ドルが足んなくなっちゃっていたのか、まあどちらかですよ。ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。